あ、皆さんどうもこんにちは、シャラドガチャです。やったまやった、あと、ね、30秒前なんですけど、今日は、ね、なんとね CSM の新作の発表日ということで、僕の予想したのはこちらですね。ピバットベルとかウィザードライバー、ボルタリング、あとこちらにちょギャレンバックないんであれですけど、ギャレンバックということで、まあ僕的にはねアギトが一番嬉しいんですけど、まあ多分ね牙も出るし、平成2期だったらウィザードライバーだし、サブだったらギャレンなんじゃないかなって思ってて、ちょっとワクワクしてるんですけど、それではね生放送をね見ていきたいと思います。うわー楽しみ、始まる、やばい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 、始まりました。来ましたよ、来ましたよ。この時が待ってましたよ。さあ、キバなのか、ウィザード、ギャレン、アギトなのか、予想は。あ、そう！そうですか！あ、そう！うーわ。こう来たか。おははは！おおははやばいっすね、これは。はい、ということでですね、もうね、オープニングで分かりましたね。いや、すごい興奮しました。コンプリートセレクション決まったのが、キバットベルトとスロットでございます。すごいですね。ちょっとごめんなさい。フェスルの順番が全然違いましたね。でもね、予想はね、ちょっとね、キバっていうのはね、断言できなくてちょっと恥ずかしいんですけど、いや、まさかね、キバが CSM 化するってことは、すごい、とても嬉しいことです。またね、変身動画で CSM 来たらやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、そちらの方もよろしくお願いします。はい、この動画が良かったら、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。Twitter、ツイキャス、TikTok もやってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイチャンありがとう。決まった！クラブ変身！さあ、行きますよ。